僕らはさウェルビーイング、それは体も心もそして周りの人々も幸せに満たされる生き方。この島の未来を紡いでいくウェルビーイングな風景、沖縄クリップ、沖縄セルラーがお届けします。那覇のビジネス街の一角に緑豊かな庭園があります。毎日欠かさず園内で植物の世話をしている人がいます。毎日手入れしないと追いつかないですね。これだけの広さだと草刈りでも1週間後には同じだけ伸びてるんで、沖縄の場合結構まみにやらないと大変なことになりますね、はい、これは手作業でないとできない松葉の剪定。新しい芽だけを残して古い葉を丁寧に取り除いていきます。新しい芽ですっきりこう枝ぶりを見せるっていうのが一つの松の魅力なんで、新しいのでこう形を作っていくような形ですね。庭を見せる職人技。滝の手前で剪定中の座安さん。これは透かし剪定という技法で、向こう側が透けて見えるようにしています。こういう太い枝は抜いてあげて、柔らかい葉で仕上げていくとこうサラサラするんで、ちょっとした風でもこう揺れるんで、ちょっと涼しげな雰囲気が出るんですよ。 できれば揃いたいんですけど、こういう花芽があるときは残してあげて、花が咲き終わったら切るっていうような形の方が一番ベストですね。せっかく夜になったらまたいい香りするんで。訪れた人が気持ちよく過ごせるように、座安さんの丁寧でウェルビーイングな手仕事が庭園を支えています。私の幸せが誰かの幸せにつながる心地いい生き方。沖縄セルラーの提供でお届けしました。